ルロロマニックは株式会社サンリオが著作権を保有するキャラクター群である。2002年に開発されたサンリオの人気キャラクター群シナモロールの世界から新たにキャラクター設定され2007年に商品展開された。同年9月20日よりキャラクターグッズの販売が開始された。バットバツマルやクロミと同様サンリオでは 珍しい悪役キャラクターの一つ。公式サイト内の特徴では、不思議系に分類される。シナモンと仲間たちの住むシュクルタウンの町外れにある洋館、その大広間にある大きな鏡の中にある逆さまの闇の世界に住む二人の悪魔。ルロロマニックとは、シナモロールをスペルで逆さかきしたものであり、逆さまの世界を表現している。それに沿って、 ルロロマニックでは、癒し系良い子キャラであったシナモロールのシナモンフレンズとは全く逆の、二人の小悪魔、キャラ、ベリーチェリーを新たに売り出している。キャラクターグッズの背景色は、黒とピンクを基調とし、古い洋館、クモノス、コウモリ、幽霊などの絵が描かれ、ホラーゴス風味のデザインがなされている。しかし、全く驚々しくなく、キャラである。 超悪魔ベリーとチェリーはシナモン系のとても可愛い絵柄となっている。アニメ、お願い、マイメロディキラーラではハリネズミ君の友達という設定で進行、解説役として登場している。サンリオショップではベリーとチェリーのぬいぐるみ、タオルやバッグ、文具などがすでに販売されている。2007年11月上旬現在、スーパーではドゥロロマニックの用事用、パジャマ、 用事用パンツが売り出されている。ロゴのローラマニックは読みにくいということもあるためか、あるいは世界観を早めに浸透させるためか、ルロロマニックとカタカナで書かれたキャラクターシールがおまけでついてくるというサービスが展開されていた。いちご新聞の読者投票企画、サンリオキャラクター大賞では第32回の23位が歴代最高である。 サンリオキャラクター大衆一語新聞ランキングでは、最高18位と20位圏内にランキングされている。ありがとうございます。